して手を打たマイナビニュースをご覧の皆さん、こんにちは、上村壮太です。もう緊張でしかなかったです。それこそ何ていうんですか、投資ちゃわ、リハーサルの時にまあ中されたんですけど、そのそれこそ初めてだったんで、僕は目つぶって先輩がチューしてくるっていうシーンがあって、それが初めてのチューだったんで、本当にいい経験になりました。こんな俳優初めて間もないのにキスシーンという大事な役をさせてもらって本当に嬉しかったです。まあ簡単に言えば不倫ですよね。不倫をするっていう、不倫をする、だからもうそれこそ先生は分かってると思うんですよ。その生徒さん、人妻さんがそのもう結婚されてると知ってて、それでも手を出すっていう、もう本当に僕と真反対の性格っていうか、積極的で、なんかちょっと簡単に言えばクズ男っていうか、そういうよろしくない方を演じさせてもらったんですけど、セリフがもう本当に漫画のようなセリフっていうか、普通言わんやろっていうセリフばっかで、すごいセクシーな大人っぽいセリフばっかあったんですけど、そこも本当に見どころで、まあ、普通じゃ味わえない気持ちになるんじゃないかなと思います。それこそもう本当にエッチで、セリフよ、台本読んでて、うわこれ俺すんのかみたいな思ってはい、ちょっと今までとは違う、本当に大人になりました。本当に激しめなキスをさせてもらって、もう唇だけじゃなくて首とか、本当に大人なキスをさせていただいて、うわーと思いました。だからもうめったにないじゃないですか、キスシーンなんて、本当に俳優として。だからもう勉強でしたね、本当に現場全てが。で本当に2話の相手役の方2人とも本当にベテランの俳優役者さんでして、迷惑をばかりかけてしまったんですけども、本当に相手役の方が芝居本当に上手くて、すごくやりやすいというか、役に入り込めて、はい、すごいいい作品になったんじゃないかなと思います。イケメン書道家に合わせて、イケメン書道家の先生に合わせてこうオールバックだったんですよ、髪型が。だから普段オールバックとかしないんですよ、僕前髪ありの売りなんで。なんかもう新鮮でした本当に。まあ顔はイケメンなんで何しても似合うと思うんですけど、オールバックはちょっと、ね、顔はちょっと犬系やと思うんで、オールバックにしたらちょっともっとモテちゃうかもしれないですでもオールバックはでも難しいですね。僕多分似合わないと思います。似合ってました？あ、なんかね、僕前髪ありだと幼く見えて、なし上げるとめっちゃ大人っぽいってよく皆さんに言っていただけて、はい、新たな自分が見られます。それこそ4話と7話両方、はい、前髪上げなんで、はい、まあ、いつもと違う僕を見て楽しんでいただけるかなと思います、はい、上村壮太です。僕はまだ俳優としてまだ経験が浅く、全然知名度もないんですけども、俳優として必ず売れるので、今見てる方は本当に子さんというか、これから僕の成長を身近な距離で見ていただけたらなと思います。必ず売れるので頑張ります。よろしくお願いします。